ターン作るの難しくないですか？先端？あの奥に続いてるところまでのご飯を作るのが難しい。奥？人生と一緒だと思うんですよね、カレーって。家族の分も装う時あるやん。ああ、ありますね、ありますね。やっぱちょっと肉が多い方、自分の方にしちゃうもん。いやいや、カレー混ぜないよね。あ、混ぜないです。混ぜないよね。確認の、そう、あの、そう、混ぜないんですけど、うん、そう、あの、混ぜるとどうなるのかが気になって。え、子供の時混ぜなかった？子供の時、いや、子供の時のカレーの記憶がないですね。あ、そうなんや、カレー食べてないんや、子供の時。いや、食べてたとは思うんですけど。え、子供の時のカレーと記憶ってもう、なんかめちゃくちゃ記憶に残らん？いや、めっちゃうどんおかわりしてた思い出しかない、ね。ああ、そうなんや。はい。うどん食べてたんだね。え、ちなみにカレーはどっちがご飯？どっちがご飯？うん。やっぱり、ね、あの、左利きなんで。あ、左利きなん。なんで、あの、うん、ご飯が左です。うん、いや。俺は右利きやけど、俺はご飯が左やけどね。あの、ルーから作っていくって感じですか？ルーからご飯へたどり着くって感じですか？そうそうそう。え、ご飯からルー？ご飯からルーです。え、これどっちが正解なんですか？どっちが正解ってか、どっちが比率多いんですかね？ルーをご飯にかけない。ほら、ルーからご飯。あの、え、ご飯から。え、結構分かれてるな。作って、え、でそのままルーガーっていきます。今コメント見てるけど完全に五分やわ。ご飯からルー派だ。ルーからご飯、ご飯からルー派。ご飯から、あ、ご飯ルーですよ。ご飯ルーが多いかも。ご飯ルーしかありえない人もいます。いや、それはプルルの配信やからじゃない。今合わせてくれてる。え、プルルの配信は信者が多いって言いたいんですか？こっちは結構五分、すごいフラットなコメントが多い。フレーのフラットにしよう。あ、レストランはご飯が右ですね。え、そうなん？あ、あ、いや、でも左だね。気にして出してんのかな、レストランとかって。もう半々ならどっちもいいやって置いてないですかね。ママさんリードありがとうございます。まあいいか。あ、でも確かに、まあ、そうね、確かにご飯、右がご飯な気がする。なんか、あの、ご飯を、そう、なんか、あの、先端からご飯作るの難しくないですか？先端？あの、ご飯がまだ、あの、奥に続いてるところまでのご飯を作るのが難しい。奥？あの、ご飯の、ご飯って、ご飯とルーのところって境目ないじゃないですか。ご飯と境目はありますけど、ね、ご飯の終わりがあるじゃないですか。ご飯の終わりの場所が絶対あるじゃないですか。うん、え、その、端っこってこと？反対側ってこと？ご飯がここで終わってますっていう、まあ、あの、まあ、ところがあるじゃないですか。あるね。そこに向かって、うん、あのスプーンを滑らすだけで、ご飯が絶対途切れてくれるんですよ。だからご飯を食いすぎることがない。そんな端から端まで行くの？いや、あの違います。中間からあのスプーンを、中間っていうか、あの、これくらい食べたいなっていうところからスプーンを刺して、なるほどな。で、あの、その奥行きで、いや、なるほどね、エンドになる。あー、それちょっと深いな。あ、結構逆にちょっとやってみてほしいです。ちょっとプレルも逆にやってみます。確かにルーを先に取っちゃうと、その、はい、適切な量がちゃんと取れない可能性があるってことね。あ、そうそう、そうなんです、そうなんです。あー、それはいいね、確かに。いや、意外と、慣れたら、もう、慣れたら勝ちですよ、これ。え、でもさ、俺は思うんだけど、ルーをつけすぎる可能性あると思うんだけどね、それ。あ、ルーはつけすぎたいから。でも、カレー食べてるときに、一番、その危惧しなきゃいけないことって、はい、
ルーがなくなっ、いや違うか、え、ルーの量めっちゃ大事じゃない、そのまあ大事ですね、ルーのルーを調整しながらご飯を食べていくやん。でも、うん、でもあのそれでやってったらあのご飯もなくなっちゃいますよ。さっき、え、どういうこと、あのご飯もさっきなくなっちゃうかもしれないです、そのルーから作ってたら、あの終わり際がないから、奥行きが、いや、そのそう、ご飯のやめ時がないから、終わり際がない。でもね、そのルーを先に取ったら絶対その取り方しないから、だってそのルーを先に取って端から端まで行ったらなんか全部ルーがそこについちゃうからあ、でもあのもうご飯を最初に作ってるからルーってそんなあのエンドレスには作れないんですよ。だからご飯を半分ぐらい作ればルーも必然的に半分ぐらいになるんですよ。あー、そう、あのもうスプーンの上っていうような土俵が決まってるから、もうあのもうこれ以上のルーは、そうです、うん、ご飯先か、まあちょっとやってみようかな。ただあ、確かにそうだわ、全部ご飯が先ですね。でもなんかそれやとルーがあんまつけれない気がするねんな、ご飯が先やと。いや、意外とあのそのスクーブンの量のルーと、あとあのくぐらそうと思えばそのままルーをくぐらせることができるんです、ご飯の上に。くぐらせる、はい、あのご飯を先に取るじゃないですか、取って、うん、ちょっとあのガッていけばあのご飯の上にもルーがかかって、であのご飯の上にもルー、そうです、ご飯先にすくって、でそのままあのスプーンであのルーの方に向かうので、その向かいに速度では、速度にの話になっちゃうんですけど、これ速度っていうか勢いによってはあの、うん、ルーもご飯の上にルーが乗っかる。ごめん、なんか最初のそのガっていうとこがわからなかった、そのガ、うん、ガっていうのは どこをガっていくの、あのルーご飯の上にルーが乗っかる、乗っかるってこと、あのご飯の上すく、うん、ご飯をすくじゃないですか、ご飯をすく、うん、すくというかもうご飯をすくってルーにつけるっていうより、もうご飯からルーにかけての手の動きっていうのは一直線なんですよ。あ、もうその一回引き上げるとかじゃなくて、あ、一回上げない、もう、はい、もうダイレクトで、そうです、スライドさせて、でスライドの距離感によってはルーがいっぱいつけるんですよ。あー、確かに、あ、そうか、左から右にスライドさせるんか。あ、そうです、そうです、そうです。ああ、はいはいはい。そのスライド具合によってはちょっと近づけたくなかったら、もうスライドそんなしないでもパクっていけばいいし、もうびちょびちょのカレーライスが食べたいっていう人は、もうびちょびちょにできる。うん、でもそれさ、そのルーをちょっとしかつけたくないけど、はい、端っこの方に肉があって、それをと一緒に食べたときはどうするの？まずあのお肉を持ってきます。どういうこと？あ、まずあのご飯をすくわずにお肉だけ、うん、欲しいところに持ってって、え、肉を手前に設置するってこと？あ、そうです、そうです、そうです、設置してすくう、うん、あー、え、それ結構手間、え、じゃあそう全部の具材そうするってこと、はい、なんかそのあれってその自分の好きなあれにしたいやん、はい、あのスプーンの中にちっちゃいカレーライスを作るやん、はい、ちょっと、まあ、そうですね、そうですね、そんな感じですね。おー、肉を。でも、人生と一緒だと思うんですよね、カレーって。おー。そう、思い通りの具材が来ない時もあるんですけど、絶対、回ってくるんですよ、具材っていうのは。あ、まあ、いつかね、いつか回ってくるね。そうそう、だから、絶対に、その、食べてる、どこかでは食べれるんです。あー、じゃあ、あんまり、その順番は気にしないってこと？気にしてないですね。もうあの来たものを食べる。ああ、来るものを拒まずみたいな。そうですね。そう。もう誰かもう用意されたもので勝負するしかないみたいな。そうですね。もうやっぱりそう、カレーからやっぱりメンタルを鍛えていきたいっていうところではあります。
もうあの結構その前から戦いっていうのは決まってて、カレーを救うところから、うん、あのもう肉ばっかり取れたっていう人もいれば、肉一個も入ってないやっけっていう人もいるわけですよ。いや確かにな、いやそれはそうだ、いやでもああもうでもああ確かにな、そうなんです。だから結局一緒なんですよね。何がもうその土台に立ってしまえばどれから食べようが、そうやな。特に子供の時でも、今はもう自分でカレー予想っちゃうけどね。じゃそれもよくないんかな、自分でカレーを予想のはちょっと逃げなんかもしれんな。まあ予想にしても狙って予想はないっていうのがいい。ああ確かに、予想ってなってももう俺、ね、あの狙っちゃってるわ、もう肉を探しちゃってる、その予想時に。あめっちゃわかる。でもでもそれがちょっともうあれか、よくないんかな。そうですね、でもそうやっぱり狙うことによってやっぱ栄養バランスも、他の具材はの気持ちとかも考えた方がいいですもんね。まあ、他の具材も入れるけどね。他の具材肉ばっかり入れるけどね。肉ばっかりいるわけじゃないけど、だから1個も入ってなかったら嫌やなっていう。そうですね、そうやっぱり難しいところですよね、多種多様の具材が入ってる。じゃあプルルは狙ってない？でも狙わないようにしました最近。あもう今や。はい、あの豚汁とかもなんかもう全部豆腐を引いたりとかする時もあったんですけど、豚汁で豚を狙わない？あのそうです、あの逆にあの結構うちの豚汁豚がいっぱいいるんですよ。うんいいね。そうそうなんですけど、ただやっぱりあの豚肉ばっかりになっちゃったら良くないかなと思って、それであの、逆に肉はあんま狙わないとこと思ったら、あの逆に豆腐がいっぱい入ってきちゃったりと。豆腐って正直あったら嬉しいけど、あのあったら好きですし、あったら嬉しいんですけど、あんまり味噌汁に大量に入ってると、あのこれ豆腐の味噌汁なのか、あの味噌汁の中に豆腐が入ってるのかよくわかんなくなっちゃうなっていうところありました。まあなんか豆腐はそんなにあれよね、いっぱい入っててもなってのあるよ。そうそうです、そうです、あっては欲しいんですけど、あっては欲しいんだけど、いやそんな たくさん豆腐あったらもうなんか豆腐の気持ちしか残らないみたいな、まあそうやね、豆腐を食べてる感じになっちゃうからね。そうなんですよね、そうだから、でも逆に狙わずにもう行こうかなと思いましたね。ああ深いな。そうです、家族とかいるとやっぱり他の人の具材な、わかります、あの自分ばっかり肉取っちゃったら誰々が食べれないからみたいな、自分ばっかり肉食べちゃったらみたいな。うわめっちゃ、しかも俺めっちゃわかる、俺あの家族の分も装う時あるやん。あーありますね、ありますね。やっぱちょっと肉が多い方自分の方にしちゃうもん。でもわかる、好きな具材が入ってるやつ、別にまあ他の人がこだわりないんだったら自分のものにしたいです。まあそうだねやっぱね、そうできることならそうしたいよね。そう、みんな肉を狙ってるのならまあちょっとなんか気持ち縮こまっちゃうなっていうのがあるんですけど、うん、まあみんなが別にいいっていうのやったら、まあ、いいんだったらみたいな、自分のやつがちょっと多いのに癒しちゃうよな。そう、自分キノコが好きなんですけど。あーいいねキノコ。そう、カレーにもキノコ入ってて。あーうちもね入って、あーいやキノコ入るともう今日煮込みとかカレー食ってて、はい、キノコ入ってて美味しかったわ。いやキノコ入ってるとマジで美味しいですよね。マジでうまい。うちの家ジャガイモ入ってないんですよねカレーに。それなんかこだわりなの？いやあの前は入ってたんですけど、うん、本当に人気なくて。ジャガイモが人気なくて。そうなんですよ。ジャガイモは別にその人気があるないとかじゃないけどね、そのそうそれだったら龍と一緒やから、別にその人気がなかったとしてもいなきゃいけないもんなんやけど、普通は。そうなんですけど、うん、まあ、そうなんですけど本当に人気なくてうちの家では。あーそうそう、人気ないのに買ってきて無理やり食べるのも違うじゃないですか。でもよくなんかそこに切り込んだね、そのじゃがりもって仮の毛じゃがりもってなんかその聖域みたいな感じで、はい、そのだみんな思ってても口には出さない、そういうこと。まあ、確かに、あれしかもジャガイモってもう本当にレギュラーメンバーですからね、ジャガイモ、人参、カレー。別に確かになくてもいいけど、
まあ薄々思いつつもね、絶対言っちゃいけないって俺は今思ってるけど、ちょ誰かの地雷を踏んだかもしれないんですけど、ただうちには人気なかったんで、うん、無理して、そうなんだね、やっぱ食品ロスになっちゃうからね。まあ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 、無理して誰も取らないで、そんな誰も取らないって、あ、じゃあそんなに人気なかった。いや本当に人気なかったんです。だからちょっとうちではちょっと刺しゅっていう感じで。えじゃあ人参と玉ねぎとキノコと肉。お肉とかですね。ああまあまあ十分美味しいよね。Thank you.